でたってことか。ケニー、よりによってなぜ奴がケンペに。言った。クソ、このままじゃ部下もエレンもヒストリアも失う。どうもこの店から薄汚ねえネズミの匂いがするな。ドチビのネズミのよ。見つけた、憲兵様が悪党を殺しに来たぜ。ペンペン、なんでいねえのかよ。ここだけに久しぶりだな。まだ生きてるとは思わなかったぜ。憲兵を殺しまくったあんたが憲兵やってんのか。ガキには大人の事情なんてわかんねえもんさ。おっとすまねえ、おめえはチビなだけで年はそれなりにとってたな。おめえの活躍を楽しみにしてたよ。俺が教えた処世術がこんな形で役に立ったとはな。袋のネズミって言葉を俺は教えなかったか。これじゃあおめえがどっから逃げようと上からドカンだぜ。なあリヴァイ、どうしてお前が調査兵になったか俺にはわかる気がするよ。俺らはゴミための中で生きるしかなかった。その日を生きるのに精一杯だよ。世界はどうやら広いらしいと知った日は、そりゃ深く傷ついたもんだ。だが救いはあった。やりたいことが見つかったんだ。単純だろう？単純だが実際、人生を豊かにしてくれるのは趣味だな。趣味か。俺の部下の頭を吹っ飛ばしたのも、あんたの趣味か。ああ、大いなる目的のためなら殺しまくりだ。お前だって、てめえのために殺すだろう？ああ。待て！隊長だ！助かったよ、ジェイさん。椅子？